大学祝典序曲破綻調作品80は、ブラームスの二つある演奏海洋序曲のうちの一つ。賑やかで陽気な本作は、悲壮感をた,たえた、悲劇的序曲作品81と交代賞を成している。ブラームス自身、この作品を、スッペ風のポプリと呼んでいた。ブラームスは1879年に、ブレスラウ大学から名誉博士号を授与された。 当初ブラームスは公開用の祝典ファンファーレを毛嫌いしていたことがあり、ただ感謝状を書いただけで満足していた。しかしながら、推薦人の一人であった指揮者のベルンハルト・ショルツから、そのような儀礼には、もっと盛大な感謝の印を示すものだと説得された。大学当局は、一えにブラームスが音楽作品を提出してくれることを望んでいたので、ある。 そこでブラームスは1880年の夏に訪れていたホヨーチバートイシュルで名誉博士号の返礼として本作を作曲した。同年の9月13日にクララ・シューマンとの連弾で同時期に作曲した悲劇的序曲と共に披露しているため、それまでにどちらも作曲を終えていたものと推測されている。1880年12月6日に、 ベルリンで悲劇的序曲と共に公開で支援された後、1881年1月4日に、ブレスラウ大学当局によって開かれた、特別集会において、作曲者自身の指揮で、ブレスラウのオーケストラ協会によって初演された。アレグロ、ディステッソテンポ、ウンポコマエストーソアニマード、マエストーソ全体としては引用された、学友歌と自作主題とを有機的につなぎ合わせ、 かなり自由ではあるが、そなた形式を基本として構成されている。演奏時間は約10分。曲はまずアレグロ、破綻調に2拍子の第一主題で開始され、バイオリンが歯切れの良いリズムで奏でる。これが確保され、全合奏でスタッカートを用いた計画を出すと、ティンパニのレンダに乗って、学生家ビーア発展ジボアインスタチリッシュズハウスを引用する。 これが力を増すとその頂点で、リステソテンポ、ウンポコマエストーソとなり、第一主題が壮大に更新曲調でそうされる。これが静まり、バイオリンの柔らかな計画を経て、第二主題が、補聴調で現れる。これも学生からアンデスベーターである。コデッタワーニマート、と蝶長に、四拍子となりここでも学生買わず、コムトドルトフォンデアホア、を引用する。 これをしばらく扱って、クライマックスを築いてから短い展開部へ入る。第一主題、計画、コデッタなどの要素を中心に扱い、やや変形された第一主題の再現へつながる。学生か、第二主題も自由な形で、次々と再現され、最後に、コデッタが、力強く、姿を見せると祝典の歓喜は頂点に達して、コーダに入る。コーダはマエストーソ、 派長長さん、四拍子、学生歌がウデームス・イグトゥールに基づくもので熱気を高めて壮大に曲を締めくくる。引用された学生歌は次の四曲である。ブラームスは毒舌やブラックユーモアで有名であり、学生の酔いどれ歌のひどくがさつなメドレーを作って、大学宿典女曲と名付け、自分の任務を果たしたのだと語っている。だが本作品には、 音楽技法的に評価される点が多く、洗練された構成や温かな叙情性、躍動感やユーモアによって、今日でも標準的なレパートリーの一つである。学生家から適切な旋律を選択し、洗練された対法や主題労作の技法、緻密に構成された音色を用いて、創意ある洗練された構成へと仕上げている。フレイ一フレイ二フレイ三フレイ四フレイ五ブラームスの 作品では、おそらく楽器編成が最も大掛かりなものの一つで、ある。都庁長による第二主題が、ラジオ短波や文化放送で放送された、大学受験ラジオ講座のテーマ曲に使われたため、日本ではその部分がとりわけ有名になっている。ただし、演奏は、ホルン二重奏、ないし、それに弦楽が加わった、通常のオーケストラの演奏よりも緩やかなテンポの、ものである。 この大学受験講座の音楽という印象が強いため、NHK のコント番組、サラリーマンネオのサラリーマン語講座のオープニングや、佐田まさしの恋愛症候群、その発病及び傾向と対策に関する1、考察マイナスのイントロなどに使用されている。第108回定期演奏会に向けて、立教楽神第35号、立命館大学公共楽団、 2012年11月1ページ2018年9月23日閲覧ブラームス大学宿店助曲全音オンラインショップ全音楽不出版社2018年9月23日閲覧ページ中ほど下寄りに掲載されている商品説明文を参照ミニチュアスコアアグッド -0260 ブラームス ハイドンの主題による変装曲作品 56A 大学祝典序曲作品80悲劇的序曲作品81音楽の友者2018年9月23日閲覧ポプリポプリとはコトバンク朝日新聞社2018年9月23日閲覧本田清清継中身がごっそり削られ 別の曲として生き残る忘れられた、作曲家、フンメルの幻想曲。J、キャストトレンド。https コロンスラッシュスラッシュ www.j-cast.com スラッシュトレンドスラッシュ2018スラッシュ08スラッシュ09335914ド htmlp イコールオール2018年9月23日、閲覧。 AB、作曲・家別名曲解説ライブラリー・ブラームス、音楽の友者、1993年、P97 から98、若杉博士式、東京都公共楽団の定期演奏会においてこの作品を取り上げた際、オリジナルの学生歌を、親友会の男性合唱のオブリガード付きで演奏したことがある。音楽的な効果を得る意図と、かつて、 ドイツユダヤの区別もなくビールを片手に歌い合っていた学生がその後一方がもう一方を虐殺するという悲劇があったことを忘れないようにという若杉の別の意図があったためである。ありがとうございます。